はい、今到着しました。TK110HW-Wi-Fi FPV 搭載のドローンですね。折りたたみ式で、重力感知、高度維持、自分撮りのドローンですね。RC ラジコンでマルチコプター、クワッドコプターで送信機、スマホ、アプリ、制御可能ですね。最新版でね、折りたたみ式のドローンで、最近出たやつで新しい方ですね。お値段が Amazon で5167円とお安くなっております。この大きさで5157円というのは、5167円というのはお買い得ですね。はい。まあ Amazon で今、星は、まあ3つ半、4つに近いといったところですね。はい。早速、話題のドローンを見ていきたいと思います。箱がこれですね。非常にね、デザインがいいですね。最新モデルだけあって、この部分が格納できます。この大きさで持っていかなくて、こう格納できるというものですね。もちろんカメラもついております。はい。こういったものですね。今全体をお見せしております。まあ、色は黒と赤がありますね。こういうふうに折りたたんだら、こういうふうになります。写真をお見せしますね。折りたたむと、こういうふうになるドローンです。TK の110です。カメラ付きドローンです。はい。で、こういうことができる。はい。まあ、ほとんどのドローンはね、遠いドローンはこういうことはできますけどね。まあ、このお値段で、折りたたみ式で Wi-Fi で、カメラまでついて、この値段がね、9000円ぐらいするのが、まあ、5100円というところまで値段がお安いというのがね、お買い得だなと思いました。早速開けますね。こっち、こういう感じです。はい。じゃじゃーん。出ました。箱はここに置いておきますね。はい。こんな感じです。はい。見ていきたいと思います。TK110 ですね。まあ、夏休みに入ったんでね、お子さんと、まあ、飛ばすのもいいんじゃないかなと思いますね。海に行ってもいいし、はい、山でも、まあ、広い、高原とかで、飛ばすのもいいんじゃないかなと思います。折りたたみ式で小さいんでね、持っていきやすいんじゃないかなと思います。2つの箱に分かれてます。こちらが送信機ですね。まず送信機側からお見せしましょう。はい、こういったものです。2.4 ギガで、液晶がついてますね、ここ。マックス、テッチってが入ってますね。こう各種。カメラのスイッチと、上がカメラですね。下に下げると動画ですね。はい。カメラのスイッチと各種。これはもう、ただの、はい、こういったものです。こう一応ね、ここが折れないように下げてますね。で、これカメラ用の、はい、クリップ。はい。これは、スマホを挟むやつです。もう取り付けませんけど、ここに取り付けて、スマホを挟んでリアルタイムで見れるというものがついてます。こうですね。はい。で、ですね。送信機はこんなもんです。はい。はい。あ、今落ちましたね。はい。で、ここにもなんか部品が入ってます。プロペラの替えと送信機ですね。プロペラと、充電用のものがここに入ってます。もうテープでしっかり止まってるんでね、出さないんですけど、見にくいと思います。こんなもんですね。みんな、こういったのが入ってますよね。USB で充電するという、はい、電池につないで、プロペラもしっかりしたものがついてます。4枚、予備ですね。はい。と、これが入ってます。まあこれせっかく取れたんで見ますね。はい。こういった感じで送信機です。これはもちろん取りますね。先ほど。はい。落としました。これを取ります。こんな感じです。はい。で、まあ液晶部分と操作部分ですね。はい。ちょっともう少し明るくしますかね。はい。各種操作。まあ操作しやすいですね。非常に、はい、操作しやすい。送信機もなかなかちょっとね、はい、おしゃれですよね。はい。まあちょっと今、映画がトランスフォーマーが封切り前ですけどね。まあトランスフォーマー的な顔をしてると、個人的には思いますね。はい。上ですね。送信機。一本送信機で折れませんね、これ。はい。と、ここ。電池ボックスですね。ここ電池。はい。ドライバーで開けて、入れるといったものです。まず送信機。それと、ここ置いてきますね。で、それとこれ。はい。ガードですね。プロペラガードはこういうふうに、取り付けると。4枚入ってます。はい。各種部品はここに入ってますね。さっき見せたここに全て入ってます。ドライバーもついてますね。はい。ドライバーもついてます。はい。一式入ってます。で、いよいよ本体見せたいですね。本体は逆側に入ってるんですね。はい。逆側です。ちょっとお待ちください。こう入れて、いよいよ本体見せますよ。で、ここもえらく現状ですね。はい。で、これが本体といった風になります。はい、出ました。はい、本体は厳重にね、はい、落ちないようにされてますね。はい。ここ。ワイヤーを切らなきゃ、こういう感じですね。後ろ見せます。はい。簡単に取れないようになってます。参考のために見せておきますね。ここのとこを切らなきゃダメですね。はい。というわけで、こういったものです。こうですね。足が格納して、この大きさになるんでね、非常にコンパクトと思います。はい。で、これでロックを外す。ロックを外して、ロックを外して、はい、なかなかあれね、はい、ロックを外して、ここをピンで切ると、はい、すると取れるんですよね。うん。ここを切ると、いうと、ハサミがないんでね、ちょっと今日は勘弁してもらいますけど、はい、こういった感じでよくお見せしときたいと思います。これをプロペラの部分ですね。手のひら台で、だいたい小さくここが格納できると。まあ、開いた時のものはですね、こちら、こんな感じの図面になります。はい。これが格納できるといったとこです。足の部分がこう格納したのがこの状態ですね。まあ、トランスフォーマー的というのはトランスフォーマー的ですよね。はい。と、まあ、開いたとこの絵がこれです。はい。まあ、色は赤と黒から選ぶことができると。非常にね、はい、完全に足出したかったんですけどね、しっかり止まってたんでね、時間がかかるんで、今日は開封編でね、ざっと見せましたけど、また改めてね、こう、点滅してるところとか、見せたいと思います。はい、そういったわけで、こちら TK110 の新製品、ドローンですね。もちろん Wi-Fi で、同時 FPV 送信で見ることができるカメラ付きのドローンです。の最新の型でお安くて、非常にね、人気があるドローンのご紹介でした。すべてついて、これもついて、すべてついてですよ。この方、ドローンのご紹介でした。ちょっとね、乱暴な紹介でしたけど、まあ、また改めて、きっちりやりたいと思います。そういったわけで取り急ぎ、TK110 ドローンのご紹介でした。ではまたです。開封編でした。